ダッシュボードに関しては知性とモチベーションなんで引き締めてたのがファーガソンだったから。<music> こんばんは、ラッシュオードが休暇の間鍛えて体バキバキになってるみたいです復活もありますから、ね。ラッシュオードは体の鍛え方足りないって思ったこと今まで一回もないんで見てて。<laughs> ラッシュオードに関しては知性とモチベーションなんで、そこが天白に植え付けられたらって思うんですね。体バキバキはちょっと関係ないから。ただやる気はあるからバキバキにしたってことは。モチベーションは高いんで、あとは天白との相性次第ですね。量産的に前に誰が来たら立て直せると思いますが、誰でも苦しいですよ。まあでも、天白はね、メンタル面の改善からね、比率面の改善から やれることをやろうとしてると思いますけどね結局ね根っこに残ったあのー、まあわがまま許す文化というかまあそういうのはね結構ラッシュフォードとかねまあグリーンともそうなっちゃいましたけどなんかそういうなんか見え隠れするところありますよね10番つけさせる選手とかキャプテン任せる選手とかのそこのキャラクターとかメンタリティってチームの色を表しますからねでそういうところを引き締めてたのがファーガソンだったからそのファーガソンが抜けた時にじゃあそのファーガソンっていう人の力で引き締めてたところをしっかり 組織として引き締めなきゃなっていう風になった時にそこの改革に失敗しましたよねハーガソンの後にね人で解決しようとして呼んだのがねもう伊豆ちゃんちょっと荷が重かったですよね